飲み続けると分かるようになってくる。分かると思います。だからスバルさんも多分分かると思いますもん。なるほどなるほど、はい、スバルさんもね、スバルもコーラ好きだから、白井さんもコーラ好きですから。白井さんもコーラ好きだからもういいですか。あーあれあれ関さん、こんばんは。関さん遅刻ですよ。おはようございます。こんばんは言ったとそれめちゃめちゃパクリだから。関さん聞いたことある、それ関さん。いや関さんじゃないんですよ僕は。関さんでしょ。関さんの友達のゼキさんです。ゼキさん全然出てこなかったじゃん。ゼキさんです。ゼキどういう字格ですか。ゼキドモガズです。ゼキドモガズ、ドモガズです。ゼキドモガズ、よろしくお願いします。お願いします。ゼキドモガズめっちゃパワー系の名前だ。いいはい。さあ今日もね、朝から頑張っていかないかんなという。夜ですよ。声優と夜遊びですからね。はい。さあここでシカト全然聞いてない。なんとはい、あれのどれの岩崎くんに質問があります。ふわふわしてんな、関さん。何でしょう。何ヘロヘロ級カンパニーは、はい、自分のおかげで持っているイエスオアノー、これを答えてください。いや、それも、いや、イエス正解。お前ほんまにちょっとそこはもうノーにしてよ。そうです。答えあるやつ。ありがとう。感謝、いつ感謝してましたよ関さんも。本当ですか。はい。でも関さんでも言ってますよ。本当によく言ってましたよ。この間あまりに感謝してるから車をあげたって言ってました、はい、すげえ。びっくりしましたよ。この番組で言ったでしょ。そうなんです、ね、そう言ってた言ってた。そう、車をあげましたよ。ありがとうございます、はい、いいな、俺も欲しいな。便通をあげました。便通をね。マジっすか。便通なんですけど、はい、あまだ乗れないんですよ僕。どういうこと。免許ないんで。だめ、免許なしが便通持ってんの。いやもう今ちょうどあの取るとこなんですよね、はい、もう間もなく、はい、そうだからね、取ってから取りましたって言おうと思ったら、あもう言われたと思って。え、ゼキさんがあげたんですか。そうなんですよ。ゼキさんがあげたんだ。僕がもう安いもんなんでね。ゼキさんクラスなんだよ。ゼキさん、いや僕も正解して車欲しいな。じゃあ行っちゃおうかな。いいっすか。中村くんに質問です。ください。アクロスを引っ張っていくのは自分だと思っている。いやそれは Yes or No。 もう全員がそう思ってもらわなきゃ困りますよ。アクロスの Yes。 ブブー。なんで、すごっ。そう、今の何の今のリアクション。あ、いやもう引っ張っていくとかいう問題じゃないんですよ。もう何が。さあそしてすごい、はい、第2問。はい、あ、2問ある。はい、じゃあ、あの2人に質問です。はい、はい、自分今めっちゃ売れてんなって思った瞬間を教えてください。いや、ちょっと待って、思わないからな。例えばなんかあのギャラがなんかすごい桁が増えたとか、あと休みなくなったなとか、あとなんかもうどんな女の子でもなんか声かけたらみんなついてきちゃうなみたいな。そんなことはないですよ。なんかそういうのあったらちょっと教えてください。じゃあおはようございます。はい、それでどの逃げなんですか。 やりすぎたらなんか変な感じになるって。じゃあまずは、じゃあ中村くんから。僕から。はい、これだからもう売れてるということにしましょうね。しましょう。しまった売れてるってことですね。いやいや、予防線は張らないでください。おはようございます。おはようございます。何なんですかそれ。そのポスト狙ってるんですか。似てもないの。言いたいだけみたいな。はいはい、はい、じゃあいいですか。はい、じゃあお願いします。はい、1万円の T シャツを買えるようになった時。ブブー、ブブー。不正解です。ぬるいんで答えが。なんでか自分で本当のことをお願いします。違います。ちょっと待って、怖い番組だな。もっとえぐいやつをお願いします。3、2、1。次の遊びいきますか。はい、はいはい、こちらです。右上、うん、俺が教えてやる関智一の理解度クイズ。ということですね、ここからはあの私岩崎が進行させていただきます。俺じゃなくて。はい、そうです。毎回来るとなんか進行するんだよね、ちょっとなんかね、そうなんですよね。途中仕事取らないでくださいよ、はい、いやもう奪ってきますよ、もうもうね、もう戦国時代ですからね。何はい、まあそうですね、関さん、中村さんコンビもですね、はい、まあ、およそ2ヶ月が経ち、はい、まあ、評判も上々と、うん、もうすごいね、めちゃ仲いいっすよ。そうよ相性がもう大変良いという、すごいですよ、バッチリ。すごいよ、大門から聞いております。スタッフもみんなもう言ってるもん、相性がいいね、相性がいいねって、ね、そう、お客さんも言ってるし、はい、しかしですね、うん、しかしなんで関さんと10年以上共にしてきた私からするとですね、うん、いや中村さんね、まだまだ関さん分かってない。
いや分かってます。もうだ結構。いや分かってない。関さんのこと結構分かってます。いや分かってない。分かってない。俺が言うんだから分かってない。ということでですね。はい。今回関さん。俺のことで喧嘩しないで。いやもう俺はもう。俺のことだ。喧嘩しないで。はい。ということでですね。関さんの理解のクイズをやりつつ、岩崎がですね、中村さんに関智一の思考を教えていきたいと思います。うわ恥ずかしい。裸にされちゃうじゃん。そうです。もう向いていきますよ。教えてもらわなくても分かりますって。いや分かってない。ということですね。ほらちょっとマスコットキャラ落ちちゃったよ岩崎。すいません、ちょっとソビーソビーがごめんなさい、そうよ、最近就任したばっかりなんだから。ごめんなさいね、就任早々。そう、はい、ちょっとね、ほとばしてしまいましたけれども、まあそれですね、長年まあ私は関さんと共にしてますから、まあ当然わかるわな。はい、当然わかりますと。うん、はい。でね、中村さん、そして視聴者の皆さんに、まあ正しい答えは何ぞやというものを私が教えてあげるという、そういうコーナーでございます。これじゃあ、僕がもし、うん、関さんの僕の方が理解してたら、はい、もうヘロ級やめるってことですか？やめます。あーそうだ、やめます。もう今日でやめます。もう今日でこの時をもってやめます。公演の出演者変更のチラシすらないといけないから、大変だからやめていい。今日はもう負けなきゃいけない。大変な会議になる可能性出てきました皆さん。やばい ね。だから中村さんが代わりに僕の役をやってもらうっていう、あそうか、そういうことになります。スケジュールを開けてもらって、僕の代わりですから。もううわ大変じゃん。大変なことになります。いやこれどうしよう、俺のためになんかすごい大事になっちゃって、でもそんぐらいもう負ける可能性なんて微塵もないぐらいって思ってるってことですよね。微塵もありません。もうはい、微塵こもアメーバもありません。もうでも村ちゃんだってでも結構もう仲良くやってるから、うん、結構いい線いっちゃうかもしれないよ。なんか結構いける気するんですよね、僕。うん、いや気のせいですそれは。絶対譲らないじゃん。ちょっと茶番劇はこのぐらいにして、はいはい、じゃあ、ね、じゃあ質問いきます。はい、質問見てみましょう、はい、こちら、関智一の弱点、天敵は何？天敵、はい、うわーむずいな。弱点ね。弱点です。書きました。はい、天敵ね、はい、もう岩崎さんは分かる。もう分かってますよ。なんか余裕そうですもんね、はい、やっぱさすがだな、10年以上の付き合いだもんね。はい、じゃあまず、はい、じゃあいきますよ。はい、はいはい、ではまずですね、はい、関さん歴2ヶ月の中村さんから回答をお願いします。どうぞ。関さんの弱点はサプライズ、そして天敵は虫。おお、結構いい線いってますね。お、関さんは勘がいいんで、はい、サプライズとか分かっちゃって、うん、素直に驚けないから、うん、相手のことを思って相手を悲しませるかもしれないと思って、うん、それがすごく苦手なんだと思います。うわー、ある、うん、はい、分かる、あるって言っちゃった。あるそこ、そういうとこあるわね、うん、まあそれもあるけど、まあ一番ではないかもしれないっていうね。わーでも、はい、僕わー確かにね、苦手だわ、はい、虫は適当に描きました。でもなんか 大の苦手です。おお、本当ですか。虫は、まあいいでしょう、そこは。はい、いいでしょう、あるかもしれません、それも。じゃあね、続いて、はい、関さん歴10年以上の、はい、岩崎の答えはこちら、ドン、バン、弱点水、天敵蜂。まあ人類全部水は弱点だよね。そうです。もうそれはどういうことですか。だってもう水にも溺れてしまったらですね、はい、もう助からない。確かに、まあ、陸上の生物はみんなそうだよね。そうです、酸素が必要なんですね。全員じゃないですか。確かにね、水はまあ水がないと生きられないっていうのはあるんですけども、ただでも俺はひょっと魚類の可能性もあるからね、はい、どういうことですね。え、弱点、そしたら弱点じゃなくなっちゃいますからね。まあそうなんだよ、魚類だったらね。魚類だったらね、距離ただ人類ですから、うん、はいはい、ということはこれ水ですね。どういうことだ、ま、ということで天敵は蜂です。一緒だ、虫、蜂、まあ虫よりもさらにこうカテゴリーをこう絞った結果蜂ですね。なるほど、はい、なるほど、ね、はい、もう泣き面に蜂ですから。でも確かに俺蜂は大の苦手です。ほら、やっぱり田舎に移住したいとか考えてますけど、うん、蜂いたらどうしようみたいな、うん、蜂が巣作ったら嫌だなみたいな、うん、割と田舎は作りますからね。そうなの、すぐに、はい、あります。本当にね、僕の方が合ってるんじゃないですかこれ。いやちょっと広いですからね、虫は。確かに、はい、じゃあ最後にですね、はい、関さんの回答お願いします。はい、じゃあ素直に書きました。はい、はい、こちらです。はい、正中線じゃないのよ。正中線にやっぱり弱点は集中してまして、それむしろ急所ですね。ここそれね、ここはもういじめられたらもう多分やばいとこです。やばいですね。これ水に通ずるもんあるな。そうだから、もうやっぱり人類の人の弱点はやはり、関さんの弱点であるという。はい、あ、天敵はクマです。クマ惜しい、みんなでしょ、はい、これはもう
ある意味、うん、なんですか、怖いと好きと両方入ってるわけです。あの好きだからやられちゃうっていう部分もあるんです。あ、うま、かわいいみたいな、かわいいからもうダメなんだよな、まあ、ダメなんだよ、ね、実際襲われても多分やられちゃうんで、それは完全にやられます。そうです、そういう意味でもこれですね。あー惜しい、でも考え方は合ってますねえ、これどっちも違うの、どっちかに近い方答え OK にしてもらうの。はい、じゃあ難しい、じゃあとりあえずね、次行きましょう。はい、じゃあ次の質問はこちら、ドン、はい、関智一が無人島に一つ持っていくなら、わー、一つ、一つか、これ難しい問題ですね。はい、はい、実際にあるものです、よくある質問ですけどね、はい、関さんなら何を持っていくのかっていう。1個ね、関さんでしょ。そうね、1個、はい、はい、そうね、行きましょう。もうパッパッ書きますよ。はい、あ、どう、はい、書きました。はい、はい、できました。どうでしょう、はい、はい、じゃあね、まあ、関さん歴2ヶ月の中村さん、どうぞめっちゃ押すな、2ヶ月、すげえ難しいプラモいやいやいや、暇だからね、うん、ないないない、確かに1個でしょ、プラモ持って行って。俺も結構家に溜まってっから、溜まって、うん、すげえ時間かかりそうなプラモ、うん、プラモ、はい、じゃあどうでしょうかね。まあね、ないと思いますけどね。じゃあ僕は見ましょう、ね、見せましょうか、僕が、はい、答えを、答え見せ、答えはね、こちらです、どう。 YouTube で見られるのはここまで、はい、本編を全部見たい方はこのボタンをタップしてください。はい、アベマプレミアムなら、僕たちの限定トークもですね、声優と遊び全シリーズ全部見ることができます。そうなんだ、はい、みんなも一緒に夜遊びしようぜ、バイ。